そういうやつ。確かに。猛ダッシュ、猛ダッシュね。ねえ、なんか MC なんかスイッチ入っちゃうね。やっぱ出たお香、お香ですよ。今お香焚いてますよ。あれっす、あのたこ焼きは食べてないですね。リラックスしたいんで、たこ焼き、たこ焼きじゃないわ、間違えた。お香とこういうミストとかでやっぱリラックスしたいじゃないですか。いやー、大阪ドームめちゃくちゃ暑かったのに、やばいね、埼玉ドーム。あれ死ぬよね。埼玉大丈夫かな。外だもんね、ほぼほぼ。いや、たこ焼きリラックスはないでしょ。かすうどん食べましたね、今日。今日もあったな。CL の生配信でなんで刑事たち映らないの？え、知らない。俺ちょっとよくわかんない、それは。俺に聞かれても。ちょっとね、本当にわかんない、それは。いや。今日の大輝可愛かった？どういうこと？昨日より暑くなかったよ。まあ昨日なんか雨降ったんですよね。それで結構なんか会場も暑かったって言ってたの。なんかほんとなんかサウナ状態だったもんね。死ぬかと思った。これお香ですね。あ、フォローありがとうございます。あ、ゆうた、ゆうた見てんの？見てる？見てる？ゆうた、返事が来ない。もしかしてなんかパッと見て消したのかな。お香がどんな匂い？んー、なんかリラックスする感じですね。また行ってるよ。後ろに誰かいるって。お化けでも見える人いるの？マジで。また行ってるよ。やばいね、本当に。マジでやばいと思う。ちょっとお化けが見えても、お化けいますって、後ろにビビリとかじゃなくて、あのお化けいるって言わなくていいよ。別にあの怖がりとかじゃなくて、いるんだから。分かったから。あのね、お化けはね、どこにでもいるの。あのどっちかっつうと、別に言われたからって怖くないから、
やばいね、ほんと面白っ。煙はお香の煙ね。いや強がりとかじゃなくて、白浜がたくさん、なんだ、高弘がいる、どういう、もうなんかもうそういうの、なんかあれちょっと多くなっちゃうから、そういうのばっかりになっちゃうから、質問がそういうのが多くなるから、なんか嫌なんだよね、そういうことを言い始める。大阪のどこが好き？ USJ。 USJ 行きたいよね。ご飯はうどん食ったかな、なんかあのケータリングがうどんが出てたんで、うどん食べて帰りました。神戸のアンパンマンミュージアム行きましたね、子供連れて行きました。いいね、アンパンマンミュージアム面白かった。好きだよね、子供はアンパンマンとか。 USJ も行きましたね、また行きたいな USJ。絶叫はね、あんま乗りたくないかな。まあ乗れるけど、あんまり好きじゃないかも。ディズニーと USJ どっちが好き？まあどっちもかな。帽子は息子くんと、そうっすね、俺が被ってるやつは息子にも被らせるかな。ちっちゃいやつを買ってあげて。今日は何時に寝るの？まあ、うん、初めてライブ見ました、ありがとうございます。うん、今日何時に寝ようかな。まあ、気が向いたら寝ます。なんか子供の質問多いっすね。ライブ最高でした、ありがとうございます。8月も行きます、ありがとうございます。横須賀のおすすめを、俺横須賀は分かんないっすね。子供とテレビ電話、テレビ電話まあするっちゃするかな。疲れてないんですか？まあ疲れてますよね。ライン今日キャップ形いいですね、いつもと一緒なんだけどな。ライブは9月8日かな、なんか名古屋ラストですかね。明日何時に起きますか？起きたら起きるって感じかな。埼玉行きます、ありがとうございます。宮崎のおすすめ、宮崎のおすすめ、海、高千穂かな、青島神社、宇土神宮、海かな。
明日も行きます、ありがとうございます。今日のライブ中のトーク笑っちゃいました、ありがとうございます。メンバーとインスタライブしてメンバーが見てないんじゃん。やめたら一番何がしたいですか。ちょっとわかんないですね。僕岡田って言います。明日岡ザイルしに行きます。あ、そういうことね。 OK。東京ドーム最高でした、ありがとう。楽しみにしてるのに残念。何も引退してもダンス動画上げたりないかな。それは北海道にも来て、北海道行きたいよね、ご飯食べに。明日も行きます、ありがとう。引退後は引退してからじゃないと分かんないですね。なんか自分の気持ちにやっぱりこう整理をつけないといけないんで。国内旅行、海外に行きたいですね。国内はいろいろ行きたいところはあるんですけど、天保山行ってみてください。どこだろう。幸せだなって思う瞬間はいつですか。いや、いっぱいありすぎてちょっとわかんないな、それは。引退してもインスタグラムはされますか。このインスタグラムはしますね。もう一つのは返さないといけないので、水族館なんだ、天保山海遊館って水族館があるとこ。山賊ってなんか聞いたことあるな、どこだっけ。山口。爽やかなハンバーグ食べたいよね。ツイッターも返さないといけないので、今やってる公式のインスタとツイッターと YouTube かな、あと Weibo は全部もう返すので、それはもう僕のものではないので。高弘くん頭の回転早いよね、面白いしね、本当に面白いわ高弘くん。自分へのご褒美どうだろう、してないかな。あ、小倉のチキン南蛮。ゴルフ最近やってないかもな、ちょっと暑いからね。
千葉の海は行ったことないかも。今日もプール入りましたね。こうプールっていうか氷風呂。サーフィンもしてないね、全然。なんかすっきりしたお顔ですね。そうなんですよ、特徴がないんですよ、僕の顔って。あ、大阪なんですね。黒鯛釣れます。いや、釣り行きたいな。釣り行きたい、本当に。芸能界最終日の予定、まあライブが終われば終わりですね。琵琶湖は稲妻ロックかな。自炊しますよ。引退しても体は鍛えるかな。プライベートで飽きた、どうだっけな。最近ね、釣りもできてないね。あちさんと何か話しましたか。まあなんかいろいろ話しましたけど、祭り行きたいね。花火大会とかやってるよね。何回かうるうる来てたね。まあいつもうるうる来てますけどね。まあラストなんで、なんかこう胸が熱くなることもありますよね。かっこよく入れる秘訣はちょっと俺も分かんないですね。別にかっこよくもないし、寝れないです、助けてください。疲れてないんじゃない。なんか俺さっきご飯食べて帰ってきて、さっきはね、あれなんだっけ、マッサージとか針受けてる時はちょっと眠たかったね。でもインスタライブやるって言っちゃったからさ、神宮の花火大会ね、見たいね。エグザイルに未練はないですか。未練っていうか、そのパフォーマンスできないとやっぱりこうね、見てる方も辛くないですか。今もめちゃくちゃ幸せじゃないですか。なんか未練とかじゃなくて、なんかこんなね、ドームツアーでね、終われるっていうのがめちゃくちゃ幸せなことでしょ。こんなたくさんのお客さんの前でパフォーマンスできてね、自分がしたかったことを終われるっていうのは幸せじゃないですか。こういうのってって俺は思う人だから、なんか多分変わってるのかもしんないけど、アランいる？いないじゃん、アランいないでしょ。フォローありがとう。
大輝ちゃんのこと誰が面倒見るんですかって。大輝は自立してるよ。大輝はもうスーパースターになってるから。俺が面倒見るじゃなくて見られてるわ、逆に。あ、テレビついてるわ。確かに。まあいいよ。得意な料理、クックパッド見ればみんな誰でも作れるんじゃん。引退したら会う機会はなくなるんじゃん。会わないでしょう、さすがに。表に出てこないから。え、ちょっとテレビ消してきますね。じゃあ あんなテレビの6000人。ネスに未練はあ、ない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 、ネスに未練ない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 、大丈夫大丈夫、そんな質問テレビ見てたっていうか、なんかテレビダラダラつけちゃうんだよね。別に見てるわけじゃないんだけど。今ミストかけた。リラックスできるミスト。お香炊いてる。なんかね、お香がね、なんかちっちゃくなっちゃったよ。割れちゃったよ。やっぱ箱に入れずに持ってきたら割れちゃってたよ。すごいショックなんだけど、こんなリラックスしたいのに。お香っていいよね。お香ってこんないいって思わなかった。違う違う、2本目っていうかめちゃくちゃ短くなっちゃったんだよね。すごくない？ショックだわ。どんな香り？いや、ちょっと分かんないね。どんな香りって。リラックスできる香りなんだよ。マジで面白い。面白いこと言ってないけどね。九州に来ることまあありますね。ネックレスつけたまま寝ますね。
パレルのゆかちん、ありがとう。炭酸水飲んでます。ビールは飲んでないですね。明日もライブあるんでビールは飲まないです。すごいね、やっぱ。え、な、土曜日明日休みだから6000人も見てるね。炭酸ですね。ペリエ、ペリエ。北海道行きたいね。ラーメン食べに行きたいわ。あとお寿司食べたいわ。北海道の。ラムも食べたいね。あと海鮮丼とか。待ってたんだよ。何が？みんな夏休みなんだ。いいね。明日もお仕事頑張ってください。お寿司、海鮮なら鳥取もいいよ。もしかして B 型？もちろん。ドビーらしいですけどね。ああ、551の肉まん食べたいね。ファンに一言ありがとう。埼玉は海ない。ウケるね。なんで急にそんなこと言ってきたの。うわ、豚丼食いたいね。豚丼食いたいな。結婚39年目の旦那さんと参戦しました。ありがとうございました。仲いいね。エグザイルになります、将来。そういえばね、この前なんかお参りに行ったらね、たまたまなんかパンってなんかあのお参りのなんて言うんだっけ、あれパンって目に入って、エグザイルになりますようにって書いてる人いたよ。ちゃんとメンバーにも伝えたけど。そうそう、エマにエグザイルになりたいって書いて、ちゃんとメンバーに伝えといたんで。落ち込んだ時や悩んだ時はどうしますか？どうしてんだろう。どうしてんだろうね。考えてんじゃん、悩んだ時は。落ち込んだ時、わかんないな。ちょっと
グザイル KJ の方でスターライしないんですか。もうなくなっちゃうから、あっちは。なんでダメなの、逆に。逆に教えてくれない？なんでこっちダメなの？いや、別に怒ってないよ。全然怒ってない。え、だってちゃんと事務所とも話してるし、なんでこっちを使っちゃいけないの？そういう決まりはないもんだって。ちゃんと話してるし。え、だって今まで辞めていった人たちもそういう期間があったし、ちゃんとそういう契約でやってるから、それはみんなが思うものであって、そういうのがちゃんとしてるんで。それはだってみんなが好きか嫌いかを言ってる話でさ、なんかそういうのもあれじゃない、なんかこう俺思うけど、なんかそのなんつうのかな、ツイッターとかですごいなんかなんだろうな、こう書いてる人いるじゃん。でもさ、その書いてる人が結局誰を応援してるかって見るわけじゃん俺も。そうなった時にさ、その人のファン、そのさ、なんかこうアンチみたいなことを書いてるじゃん。なんか逆にそういうのをその書いてる人、俺やめた方がいいんじゃないかなって思っちゃうんだよね。なんか、あ、そういうこと書く、あの人のファンはそういうことしか書かないんだって思われちゃうから、俺そういうのってやめた方がいいと思うんだよね。なんかその人にすごい迷惑かかるっていうか、わかる？なんかうん、本当にね、すごいなんかそのさ、なんていうの、芸能人の人が、あ、こういうファンしかいないんだって思われちゃうからやめた方がいいよ。なんか結局誰を応援してるかってこっちも見ちゃうわけじゃん。なんかそれはあなたたちが正論でやってるかも、あなたたちって見てる人に言ってるわけじゃないんだけどね。あ、俺怒ってないよ全然ね。結局そういうのをなんかこう書いちゃうとね、その人のファンって、ああ、こういうことしか書かないんだみたいな。でさ、もしじゃあ俺がさ、その人とつながってるのに、俺がさ、例えば、いや、誰々のさ、ファンの人がこうやって書いてたんだけども、どうにかしてくんないって言ったら、その人はすごいなんかこう、あ、自分のファンってそうなんだとか思っちゃうわけじゃん。
なんかそれってショックだからやめた方がいいと思うよ。本当。うん。いやマジなんかこう何の話をしてるか分かんない人もいるよね。平和に行こう。刑事さんに説教されたい。ド M？ ダイニーの青春ね。好きな映画？いやーどうなんだろうな。何が好きなんだろう。難しいな。明日旦那さんと行きます。じゃあ楽しんでね、二人で。小5の息子を初めて連れて行きました。ありがとうございます。すごいね。鬼滅の好きなキャラ、禰豆子。ネットフリックス見ますね。おお、12時13分だね。まあもう一時したら寝ます。絵を描くのは得意ですか？得意っていうか、あ、なんかこの前なんかほんと小学生以来ぶりに絵を描いたらなんかすごい無心で描けたから、ちょっと絵はやりたいなって思ってんだよね。ほんとに。「東京リベンジャーズ」見た。なんか昨日ね、夜中ねアニメやってて、すげえなんか面白いなって思ったんだよな。歯ブラシは今電動派ですね。ちょっと今回持ってくるの忘れたんだよな。いつも家に忘れちゃった。ケージの引退の記事に心、記事は僕か、ケージの引退、ケージの刑事引退の記事は心にぽっかり穴開いたよ。埋めてください。最近バッティングセンター行ってないですね。メンバーのみんな起きる時間違うんじゃない？
次の夢わかんないな。ちょっと次の夢は高校野球、まあ好きっすね。今年は行きたいな。おいっ子が宮崎県から甲子園行くんで、俺甲子園まだ見に行ったことないんすよ。ロッキーはリキちゃんに継承でいい、どういうこと？肌がめちゃくちゃ綺麗ですね。ありがたいことに。お子様とは何して遊ぶんですか？色が黒いのはいつも子供がプールに入りたいっていうからプールの掃除をして、遊んでるかな。やっぱまだ3歳2歳だから、やっぱ外ねちょっとでも歩くとやっぱめちゃくちゃ汗かくしね、公園だとちょっと危ないから、なんか家でプール作ってあげたりとかしてる。ビニールプールかな。お子さんが芸能界に入り、ジャスティン・ビーバーみたいになるならいいよ。芸能界っていうか、ちょっとそれが芸能界なのかが、俺いまいち芸能界っていうのがちょっとあんまりよくわかんないけど、だって YouTuber の人ってもう芸能界にはならないよね。あれは TikToker の人も芸能界じゃないでしょ。だから今後そういうのもどうなっていくんだろうね。時代も変わっていくんじゃないんですか、そういう。YouTuber の人たちって事務所入ってんのかな、ちょっと俺よくわかんないんですよね。なんかね、みんなもうテレビとかも見ない、若い子たちは見ないですよね。っていうかもうそもそも家にテレビがないんですよね、若い子たちは。だからテレビを見る文化じゃないんですよね。だって今の多分今の若い子たちはテレビないんじゃないんですか、家に。だって携帯で何でも見れるでしょ。ネットフリックスだって、アマゾンプライムだって、YouTube だって。だからそういう時代になってるから、歌とかも TikTok が流行ってるじゃないですか。15秒の音楽が流行ってるから。
なんかいろんなものがこう、変わってるから、なんか、ね、いろんなものがデジタル化されてるし、ちょっと詳しいことまで俺も分かんないですけど、だからその TikTok のファンで出てきたファン層もいるだろうし、 YouTube のファン層もいるだろうし、テレビとかのファン層もいるだろうし、アーティストのファン、だからいろんなものがこうすごい、昔は情報が1個しかなかったから、こう1個っていうかね、こう太かったけど、今めちゃくちゃ細いのがいっぱいありますよね。だからすごいなんか大変な時代に入ってますよね。だって15秒って言ったらサビもないでしょ。でも今の若者とかは、だからそのサビが良かったら、その音楽を聴きに行くのかな。まあ、こういうのって若いこと話さないとちょっと分かんないけどね。平成フラミンゴの動画で刑事さんの名前出てました。そうっすよね。俺も見させていただきました。ありがとうございます。いくつまでが若い？でももう10歳とかで。携帯持ってることかもいるもんね。デジタルで、その iPad でそうやってね、絵を描いて、まあ NFT じゃないけど売ったりとかもしてる人もいるしさ、今若い子って、いやもう小学生とかがなんかそういうね知識を覚えたら、もう自分がケイさんトレンドン入ってるよ。嬉しいね。なんでトレンドン入ってんの？なんでトレンドン入ってんだろう。なんでだろう。なんで教えて。誰か教えてくんない？なんでトレンドン入ってんの？俺がダンスやり始めたのは19歳ですね。遅かったんですよ。東京に出たのももう23になる前だったんで。俺は犬派猫派、犬派です。さっきのインスタライブ、泣いたから。ネスをいじるのはそういう意味じゃないですね。多分皆さんが知らない俺とネスとの関係もあるんで、それは違うと思う。それはみんなから見てあれだし、俺とネスのその17、18年ぐらいの、それぐらいの仲もあるんで、ライブ後によく入ってる。
ワンちゃんね。いつもマイク奪うの好き。マイク奪ってるんじゃなくて、あの僕のあのなんだっけ、あの歌い始めの遊ぼうの歌い始めのフレーズは俺の声なんですよ。さっきも言ったんですけど、知らない人いるでしょう。知ってた？それ。知ってた？それ。知らなかったでしょ。よく聞いてみて、あの、あ、遊ぼうって曲。俺の歌詞なんだよ、あれ。あ、俺の歌詞じゃねえ、俺が言ってるの、あのレコーディングの時だから。いつも俺あそこやったりしてんの。え、き、違う違う、あそぼうじゃないよ。エビバーディーじゃないよ。いや、ラップに入る前に俺が言ってるフレーズね。あの、ライブに来た人はわかるよ。いや、あの、小吉がラップする前のとこ聞いてみて。一瞬、一瞬のフレーズね、一瞬の。よし、12時半になった。そろそろ寝よっかな。一瞬のフレーズね、ベギダウンって言ってるやつ、あそこは俺の声なんですよ。